Oh, mein Gott. Not supposed to get drunk. Okay. Yeah. Ah, thank you very much. City experience in dual way harvest. You can take up a hobby raising plants, which is handy. Okay. Talk to number to set at survival.
Sorry. きっかけはクスミの息子だった。クスミは妻子の息子だった。一人息子の高志は当時5歳。その高志が犯行時刻、俺もその決断に反対はしなかったが、どうしても高志の証言が気になってな。 クスミの逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。すると、タバコ屋の主人が犯行時刻に散歩するクスミと高志を見ていた。高志の証言は正しかったんだ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、クスミの釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。確か堀之内は当時の神奈川県警のトップだったんだ。 警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって5人逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながらクスミを無償送りにした。結果クスミは獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。足立さんが堀之内に執着する気もわかるから。だけど クスミの命を奪った原因の半分は俺にある。高志の証言を俺がすぐに信じていれば5人逮捕を止められたはずだ。足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後 クスミの冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。それってもしかして高志くんへの罪滅ぼしって思いもあるんじゃないか。春日のくせに察しがいいな。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センター送り、何一つなせないままこの体たらだ。悲観するなよ足立さん。 すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。<笑>いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか。そこで同意するか。 Nice, we live it up. Hmm. 帰っちゃうの？悪いな、いとこちゃん。
Okay, shop tips, dining some restaurants in Yokohama with your friends or the insane combination of foods will allow you to table talk and fold. Yes, okay. Nope. Oh no. Well, wish you good luck. Yes,
Hey, nice. Can I just pick it up? Hey. So what is this cloudy paints? Oh, upgrade, you know, creating gear, okay. Okay, nice. Can I grow something like that? No. Chotto mate! One deny. Ooh, that was close. Too many. There must be something here. Oh wow.
100. Well, that's what I get, I guess. The same car. What choice do I have? Ah, we did get quite a stuff.
Security guards. Basically, it made it worse for himself, but yeah, it will be the same result. What the hell? やりたくない仕事ってのが老人殺しか。ふざけんな。
Yamato Tochka. Don't want to die. Okay, let's skip it, let's skip it. やめだろ。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 
その会長さんってのはよほど怖いな。じゃあお前は俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。でね、俺一人で行ったらその怖い会長さんにてめえのあることないかとノリに乗ってチク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 。てめえだってゼリー界の看板で死ぬ気してんだろうが。極道の足くれならな、こうなった以上腹くくれ。じゃあ行こっか。It's more like sniffing on me. $700? $750? Thank you.
Sorry. Hey, finally. こんなところに謎が生えていた。謎？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヤモギ、毒ダミソウもその辺で取れて。へえ、なんだろう。